はい、というわけで今回は、絆寿司さんにお邪魔しております。でこちらはお寿司の食べ放題が、あって、制限時間がラストオーダー90分っていう内容なんです。90分間さすがにお寿司食べ続けられるので、まあ、お腹いっぱいになったら途中でごちそうさましようと思うんですけど、とりあえずちょっとそうで、1回の注文で5種類まで最大30貫まで注文することができます。 OK、 一品料理、おつまみとかも食べ放題です。すごくなっていう感じになってます。熱いただきます。半分かすごくね、食べ放題でいいのってレベルでめちゃくちゃ美味しい。サビありサビなしも選ぶことができるの。全部サビありにしたけど、お子さんとかと来てもさ、みんな一緒にね楽しめるからいいよね。サーモンとマヨネーズ、サーモンマヨ。めちゃくちゃ美味しいね。でもシャリがすごい大きいってわけでもね、それと。みんないっぱい食べる。ありがとうございます。カリとわさびも別でもらうことができる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。これがマグロ餅、あとこっちが炙り。
よいしょ。めっちゃ分厚くない？これもなんかトロみたい。中トロのさ、今度分厚さ。すごい花粉症間違いよ。なんか今花粉症が治った。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい見てキラキラしてる。はい、失礼します。ごめんなさい、ありがとうございます。
ピン料理の方でお味噌汁もいただくことできるんですよ。タコくらい、タコ。タコやばか。ネタの分厚さすごくない？あ、違う。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、あ、大丈夫です、はい、すいません、ありがとうございます。よいしょ、肉がしかもパリパリなの。ウニ独特のさ、なんていうの、明晩臭さって言ったらいいのかな、新鮮なの。これ本当に食べ放題でいいのかな、うん、やっぱイクラって美味しいね。すごい好き。うまい。
ホタテ。はい、ございます。すいません。すごい。はい、どうぞ。単純にいっぱい。美味しかった。そこでした。かなり満足です。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ネタの分厚さとかやっぱりすごかったね。あ、すごい美味しかったです。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。じゃあね。